はい、それではクロノトリガー続きやっていこうと思います。さて今回は戻るんだよな、現代に。ちょっとね、またねしばらく動画を撮っていなかったので、どんぐらい進んだかっていうのを忘れかけておるんですがって、あー、で装備品とかはね整えてきましたよ。みんな素材集めてね、交換交換交換ってやっていいものを身につけております。今ではなんかね、おのずとね、レベル上がっちゃって、そう、あとね、ヘイスト覚えたんだよ、ヘイスト。よいしょ、ヘイストはでかいのかな、どうなんだろう。私、もう FF やってた時は、もうヘイスがヘイスがヘイスがって感じだったけど、ヘイストシェルプロテスみたいな感じだったんだけど、この世界のヘイストは使えるのかなって感じなんですが、よし、OK。で、あれだよね。あれを修理してもらわないと、剣を。よし、オッケー。さあ、行きましょう。あー！もう！せっかく回復してきたのにさ、あ、そう、サンダガ覚えたの、サンダガ、ムーンちゃん。そうなのよ。もう崖の技を覚えるっていうね。強いわー。これ一発でいけるかな？ナイス！ナイスでーす。強い。さあ、これで終わりだよな。で、戻る。よし。飛び降りますか。はい、戻るぜ。よし、戻ってきた。ちょっと一回回復しようかな、ロボー。よし、あれ、何のどこの時代だっけ。メディーナ村、トルース村、裏山。 AD600 年でいいんだっけな。いいんだっけな。で、飛んで、え、ここじゃなかったっけ。いや、違うな。あ、ごめん、間違ったわ。間違った、ここじゃないや。ここはカエルのところだから、タンスから出るとこ、タンスから。あ、これ、リーネ広場、うちじゃん。あれ、どこだっけ。あ、ここか、メディの村か。久しぶりにやるからね、なんか忘れちゃうね。よし、どん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 ね、記憶力悪くなっちゃって。魔法使える人間はずっと昔にいなくなったはずなのに、400年前人間との戦いに負けた魔族の子孫によって作られた村だ。おお、この前にその魔族のほとんどは人間に対して憎しみを抱いている。気をつけな。あれ、400年前になんか魔王を倒す前もそんな感じだったっけ。人間に滅ぼされたんだっけ。あ、で、ここボッシュ、ボッシュ。おー、それじゃあそのドリストーンがあればグランドリオンを修復できるぞい。しかしグランドリオンといい、ドリストーンと一体どこで。まあいいわい、ちょっと待って。俺、私も手伝うわ。あ、デートチャンスじゃない。まあ行くんですけど。さてと。あ、まだかな。どうやって直すつもりかしら。お、今調べ物中じゃ話しかけるでない。これ見た方がいいのかな。ちょ、今さ、2人でイチャーコロするチャンスなんですけれども。グランドリオンを修復するにはドリフストーンを生成するだけでなく剣を活性化する必要があるのじゃ。お主はドリフストーンを生成してくれ。わしは剣の活性化を行う。分かったわ、このルッカ様に任せなさい。おお、これは見てるのと見てないのとではまた展開変わってきたりとかしないかな、この修復のところ。うん、結構面倒ね、気が散るからあっちへ行ってて。あ、ドリストーン持ってきてくれへんか。こっちも終わったん。あ、ミラクル見よう、ミラクル。始
めるぞ。おで、これをカエルのところに持ってくんだよな。またでだな。おお、できた。見るがよい、これこそグランドリオンじゃ。すごい、これがあのグランドリオン。まあわしにかかればこんなもんじゃって。じゃあまあ早くグランドリオンをカエルさんのところに持っていきましょう。おお、これでカエルが正式加入するかな。ねえ、エイラちゃんもな、早く入ってほしいんですけどね。あれ、あ、そうだ、民家のお家だよな。そうだよな、タンスだよな。あ、ケーキ食ってんじゃん、何気に。私、今日の夜ご飯はね、あれ、今年で何回目？もしかしたら初めてかな？の鍋ですよ、鍋。今さ、ほんといろんな鍋スープ出ててさ、なんかもやしをたくさん食べる用の鍋スープとかさ、それがなんかキャベツだったり白菜だったりとかいろいろあるわけですよ。びっくりした、いろいろあるなって思って。で、もやしを買ってみた、もやしもやし安いからね。よし、みんなはなんかお鍋やるときに必ずこれは入れるっていう具材はありますかね。よし、戦うぞ。私なんだろうな、まあ肉はもちろんだけど、なんだろうな、でもなんかあんまりなんか可愛いだに入れない。あとね、キノコは必ず入れますね、キノコ。うん、しめじ、しいたけ、しめじ、しいたけが必ずかな。うん、私のお友達はなんかはんぺんは必ず入れるっていう。はんぺん、はんぺん、おでんじゃないのにはんぺん入れるって言ってて、マジでみたいな。はんぺんなんておでんじゃないのに美味しいのって言って、一回やってみて美味しかったっていうね。はんぺんおすすめですよ。あー、この BGM 大好き。私もうね、こうね、 BGM 流れるたんびにね、うわーってなるから、うわーって。よいしょ、でここだね、お化けカエルの森。さあ戻ってきたのは、ここね、カエルちゃんがね結構強いからあんまり絡みたくないのですよ。あぶね、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 あぶね。で、ここね。よし、カエル、久しぶりだな。またお前たちか。まさかこの剣はグランドリオン。少し考えさせてくれ、今夜はここで休むといい。あ、 ありがとうございます。カエルさんが使ったベッドをハスハスします。ハスハス行ってしまうのですね、サイラス。そうそう、誰かがゴールデンフロッグのやつからあのバッジを奪い返しても良い頃かと。それに伝説の剣とやらもこの目で確かめてみたい。サイラスよ、お前はこの国にとって必要な男、また私とリーネにとってもかけがえのない友人だ。きっと戻ってくるのだぞ。命ある限り必ず、たとえこの身に何があろうとも。あのさ、私さ、気づくのが遅かったんだと思うんだけど、サイラスの正体がカエルさんなのかな、もしかして。いや、ごめんね、なんかさ、お前早く気づけよって思ってる人いるかもしれないんですが、どうなんだろう。それではこれにて。サイラス様、我ら王国騎士団一同、皆団長の旅のご無事を祈っております。なんか大事なところでカミカミっていう。お前たち、後のことは頼んだぞ。待たせたな、さあ行くとするか。グレン、あなたも気をつけてね。王妃様もどうかお元気で。あれ、グレンってどういう立ち位置だったっけ。あれ、ごめん、ちょっと忘れかけてるや。ちょっと後調べとこう。グレン、もう母船やってる。おお、でっけえカエル、かわいいかも。この勇者のバチが欲しくバチカー使い取ってみよう、王国の騎士軍。キャッ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 、無乱させてもらう。行くぞ、ゴールデンフロック。お、
もニルバーナスラッシュ超かっこいいんだけど。はぎゃー、やりやがったなこの野郎。なんでこんなバッジを覚えてやがれよ、畜生め。あ、やっぱサイラスか。あ、なんかあれ旅の音も増えてない？あ、危ないグレン。サイラス、ケンガ、グランドリオンが。あ、なんかちょっと強そうな敵おるやん、あの奥。あ、そ、あ、そっか、ビネガーってあれか、手下か。もうあいなのかな。伝説の剣が吠えてしまって、手も味も出まいが。まだだ。さ、サイラス、俺はもう。聞け、グレン。俺が奴らの足を止める、その隙にお前だけでも逃げろ。しかし、このままで二人ともやられる、行くんだ、グレン。おぉ、魔王さすがだな、強そう。グレンは助かったのかな。うわぁ！サイラス！逃げろ、グレン。王妃を、リーネ様のこと頼む。サイラス！サイラス！これちょっと、グレン君闇落ちしてないか気になりますね。どうした？貴様は来ないのか。ヘビに睨まれたカエルってとこだな、若造。魔王様どうです、この腰抜けを似合いの姿に変えてやるってのは。よかろう、我が前に立ちはだかる者は一人残わず消す。ごめんなさい、私なんかサイラスが カエルの正体かって思ったらグレンだったのね。サイラスと一緒にお供をしていたグレン君がカエルなのかな。わあ、ビネガーマジこの土手っ腹引き裂いてやりたいわ。そういうことだったのね。で、似合いの姿に変えてやるって言ったから、それでカエルに変えられたんだよね。だからグレンの正体がカエル。あれからもう10年にもなるか。やれるか、この俺にサイラス。あー、やっぱそうだ、グレン君か。まあカエルはカエルなんだけどね。起きろ、お前。あ、俺にどこまでやれるのかわからないが、行ってみよう、魔王城へ。やつは強いぞ、覚悟はいいか。おお、やったー。サイエンスの前に敵はないわ。悪いやつには負けないぞ。わあ、やったー。もうカエル入れるに決まってんじゃん。じゃあ3人目。いや、やっぱマールかな。回復大事なのよね、マールだな。そう、ちなみに今ねレベルこんな感じですね。マールだな。わーい、やった。あー、カエル超嬉しい。ちょっと待って、装備見ようか。装備、お、アイアンソード強そう。ブロンズメット、ブロンズアーマー、なんかいいやつに。あ、全然軽いんじゃん。ゴールドヘルム、チタンベスト。あー、なんかな、古代に行っていいものに変えてあげたいな。マジックスカーフ、銀のイヤリング、光の腕輪、反撃1/2。あ、ちょっと強い気がするな。力と攻撃力が下がっちゃうけど。勇者バッジ、グランドリオンのクリティカルアップ。あ、え、そうね、あれ、グランドリオンはあれ装備できないの？おい、変える。マジか。じゃあ怒りの腕輪でもつけとくか。反撃、そっか、身につけらんないか。よし。あ、そっか、資格がないのか、身につけるカエルには。だから無理なのか。いや、でもなんかね、グランドリオのクリティカルアップとかっていう、なんかあのネタバレのようなアクセサリーがあるってことはいけると思うんだけど。これちなみにアイアンソードですからね。そのうち身につけられるようになるのかな。カエルに身につけてほしいですね。あ、やばい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 。食用ガエル、
しょ、サンダーが、あ、ベロロン切りが相変わらずありますね。ベロロン、ベロロン切り、え、ベロン、あ、死んだな。いや強いなサンダーが。よしよし、できたということで、どこ行けばいいんだちょっとこの辺探索してみようか。もしかしたらなんかまた変わってるかもしれない。証言が、夫の魔力は兵士として戦えても帰ってきません。これ聞いたよな。いやでも今回はね、カエルが仲間入りしたのは超嬉しい。伝説の勇者様が現れたんだって。いよいよ歴史に残るような高円火蓋が切って落とされるのかね。あ、ちょ、お買い物ポーション、みど、なんかめちゃめちゃお金あるんだよね。アテナの水、シェルター、シェルターちょっと買っとこうかな、2個ぐらい。武器はないか。で、魔王城まで行くみたいなんですけど、王が負傷されたという噂は本当か。あー、そっか、それカエル知ってるかな、王が負傷したってこと。ふんふん、あー、カエル、サイラさんもガチで死んだんでしょうかね。宿よいしょ、宿行って、ここ飲み屋付きだもんね。魔王の軍が今にも攻め込んでくるという噂本当かしら。とっておきの話、はい。デナドロさんには巨大なハンマーを持った。ああ、これはやったよね。そう、グランドリオンは取ったから、ふんふん、おっさん、その後どこに行っちまったんだ。あ、お家戻りましたよね。一回あれかな、お城行った方がいいかな。止まらない、よいしょ。なんとかドリアンとかいう剣は遥か昔滅んじまった人たちの手で作られたんだそうだよ。勇者さん、あった子供でしたよね、あれ。ちょっと可愛かったね、勇者の話。村長の家、よいしょ。ビネガーマヨネーソイソー、こいつは本当にぶっ飛ばしてやりたいですね。魔王の城は東の海の島にあるんだ。でも島の前には断崖絶壁で誰も近づけない。そっか、じゃあ行くすべがないね。なんかいい話聞いたね。ちょっと王様のところ行ってみるか。すぐには行けない、よいしょ。じゃあちょっと王妃様のところにですね、王様がね今倒れてるんですよね。よいしょよいしょ。もうカエルの歩き方が本当に好きだわ。スコスコバーン。お、モンドのついに伝説の勇者様が姿を現したのじゃ。いや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 、いやなんか全部ここアップデートされてないな、会話が。参ってしまいます。きっとあのサイラスがあの少年を起こしてくれたんです。あれ、カエル戻ってきたんだけどな。あのバッジを持って少年こそ残された唯一の希望。伝説の剣はもうゲットしたんです。あれ、もういけんのかな。うーん、ちょっと待ってよ。久しぶりにね動画撮るから本当になんじゃらほいって感じなんですけど、ちょっと探索してくるか。ハイパー星肉、テナドー山の東にある山はマガンクツと呼ばれておる。東か、やっぱ東に行くしかないか。
早くね、これ開けられるようになりたいですね、封印。ちょっと東の方行ってみるか。ててここがな、取れればいいんだけどな。あれ、ここね、この山は入れないよね。いや、探索したんだけどさ、やっぱりさ、ここだよね、東ここだと思うんだけど、なんかアイテムで使うやつとかあるのかな。あ、そっか、ちょっとこれ使って使えないか。うーん、グランドリオン、あ、あった、マガンクツ。おお、あ、なんだ、入り方わかんなかったまなんかずっとさ、このあの岩の周りくるくるしててさ、どこから入るんやって思ったんだけど、なんかさ、あのアイテム使ってさ、入り口を開くのかなって思ったら、なんか普通に入りましたね。うわー、お前ら、やべえ、サイラス逃げろ。あ、これはグレーのちっちゃい子か。ヒック、ありがとうサイラス、ヒック。グレー、男はな、立ち向かっていかなきゃいけない時もあるんだぞ。でも、ぶたれたら痛いよ、あいつらだって。ショタ可愛いな。優しすぎるよ、グレンは。なあ、グレン、俺騎士団に入ろうと思うんだ。やっぱり君ならきっと立派な騎士になれる。僕が保証するよ。お前も一緒に来ないか。僕には無理だよ。そうかな、剣の腕はお前の方が上だと思うんだがな。ダメさ、僕は実戦だときっと震え上がっちゃうよ。いいな、この男の友情いいね。あーです、ここでね、これね、ずーっとカエルがちっちゃい頃からのね、仲だったんですね。あー、カエル、で、これが、あ、勇者のバッジか。勇者の、グランドリオンよこせ。あ、ここで使うのね。我が名はグレン、サイラスの願いと心なし、そしてこのグランドリオン、今ここに受け継ぎ魔王を撃つ。開いた。いやー、かっこいいなー、カエル、よかったね。じゃあ今回この辺で終わりにしとこうかな。そうか、カエルって魔法とか使えたりするのかな。ちょっと魔法とかちょっと裏でやっとこうかな。うん、
で開くと、おーやば、いや月並みな言葉しか言えないですけど、カエルがかっこよくて好きです。はい、おということで、じゃあ次回はここですね、マガンクツやっていこうと思います。でここがねずっとこう入れなくってさ、なんか入り口どこだべみたいな感じでずっとねぐるぐるしてたんですよ。でなんかねいろんなあの村の人の話聞いても、やっぱりなんかこの島の東側にマガンクツっていうのがあってたなみたいな、だからマガンクツどこやねんって思ってたらここだったっていうね。はい、そうで、なんかアイテム使ったりして、ここになんか、ね、岩はあるけど入り口開くのかなって思ったら普通に入り口があったっていうオチでした。はい、ということで、じゃあ今回はねここで終わりにしておこうと思います。じゃあ次回ここマガン窟続きやってね、魔王を打ちに行こうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。